毎度、徹子です。今年の韓国自動車業界の賃上げ交渉は、現代自動車労組が8年ぶりにストライキなしで妥結したことで、他の国内自動車の賃金交渉もうまくいくんじゃないかと期待されていました。そうは問屋の下ろさない。韓国 GM 労組は、残業、特別勤務拒否などの闘争に乗り出し、他社も賃金交渉妥結には程遠い状態みたいです。ニュースの詳細。24日、業界によると、韓国 GM 労組は、今月23日から、残業や特別勤務をすべて拒否している。労組執行部の幹部らは、富平工場などにテントを設置し、徹夜の座り込みも並行することにした状態だ。韓国 GM 労組は、22日、会社側との第19回賃金団体交渉で合意に至らなかったため、中央総務対策委員会を開き、このような闘争指針をまとめた。労組は、一旦、会社側に修正案を提示するよう要求したが、賃上げ、成果給支給規模などに対する会社側との見解の差が大きく、容易な妥結は難しい状況だ。次の交渉日程もまだ決まっていない。これに対し、韓国 GM 社側は、コロナウイルス感染症の影響による生産損失に続き、今回の労組の総議行為決定で、さらなる生産損失を引き起こすことを懸念している。とのことです。あかん。昨年の韓国 GM 労組の全面スト3日間と部分スト10日間で、約2万台の生産に支障をきたしています。今回は、手始めに、残業と特別勤務を拒否することから始めているんだけど、交渉が難航するにつれて、どんどん過激になっていくんじゃないかなって思います。具体的な生産損失規模はまだわからないけど、コロナの影響でかなり打撃を受けていると思うので、ストライキの影響は深刻なダメージを与えちゃうんじゃないかな。コロナの影響で経営の不確実性が高まっている緊急事態にもかかわらず、韓国 GM 労組は賃上げ要求をしています。会社側はコロナで生産計画が狂ってしまい、経営状態が悪くなってしまったので、経営正常化に向けて綿密な輸出プログラムを進めています。だけど、労組にとって経営正常化などは関係のないことみたいですね。ほんで、キア自動車の労使交渉は決裂して、労組はスト準備の手続きに入ったみたいです。キア自労組は26日に第2委員大会を開いて、総議対策委員会の構成や総議調整申請などについて議論することになっています。キア自労組は、電気自動車や水素自動車モチュール部品工場を社内敷地内に建設するように要求しているんだけど、会社側が、労組の要求だけで経営計画を変更するはずがありません。でも、労組は、電気自動車の普及によって作業工数が減って工場人員が削減されることを懸念していて、猛烈に反発しています。ついでに、残業30分保証、労働理事制の導入、通常賃金範囲の拡大、定年延長なども通々しく要求しているので、会社側はたまったものではありません。ちなみに、ルノー・サムスン自動車は6回労使賃金団体交渉をやっているけど、未だに労使交渉が妥結されていません。しびれを切らしたルノー・サムスン労組は、16日に中央労働委員会が、労使賃金団体交渉の中止を決定しました。これで、労組は総議権を確保できたので、あとは、ストを実行して、自分たちの要求を通すだけです。合法的なストを行うためには、総会を開いて、組合員の賛否投票を経なければいけないので、すぐストに突入するということはなさそうなのですが、ストをやることは決まっているので、経営を圧迫するのは確定なのかなって思います。労組は、コロナの影響で、世界的に販売台数が減少するなど、困難に直面している自動車業界の足を引っ張ることに、何の躊躇もありません。時期者などからは、コロナで、業界が危機に瀕したことを労組も知っているので、ストに入る可能性は低いと、労組を擁護しているんだけど、今までやってきたことを急に止めることができるほど器用ではないので、ストをやっちゃうのかなって思います。こちらが韓国の反応です。韓国 GM への国家支援がなかったら、とっくに倒産して、全員失業者になっていたはずだ。国民が精一杯助けて、暮らしが良くなるようにしてあげたのに裏切られました。国民のほとんどが、あなたたちの本当の姿を知っています。コロナの影響で、
ほとんどの国民家庭経済が打撃を受けたが、こんな状況で給料がきちんともらえるということに感謝の気持ちを感じなければならない。韓国 GM の従業員は、早く扉を閉めて家に帰りましょう。大韓民国の労使関係がクライマックスに突き進む理由は、理性的な妥協よりも感情が優先するからだ。現代自動車は国内で問題のある車を販売している。安全で良いものに乗りたいので、輸入車関税をなくしてください。経済が厳しい時代だが、会社を潰してでも自分の利益を優先するなんて信じられない。決まった時間に勤務して億大の年俸をもらうなんて話にならない。韓国の工場労働者一人の年俸は中国労働者20人の年俸だ。貴族労組のせいで韓国の製造業の競争力が消えてしまうのだ。大企業が国内生産するのは愛国精神があるからです。国内生産が赤字しか出さないので、本音では海外に工場を作りたいはずだ。出勤できる職場があるだけでも感謝しましょう。最後まで見てくれてありがとう。意見や感想をコメント欄で聞かせてくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。